皆の諸君、ご苦労。今日のライブもなかなかに盛り上がったじゃないか。本当ですか、プロデューサー。みんなで頑張ったもんね。はい、そうだ。のぞみ、通信魔法で聞いた感じだとそろそろですよね。噂をすれば君が来るのを待ってたよ。それじゃあみんなで早速。ダメですよ、この人の目の前では。あ、そうだね、ごめんなさい。君はそこで待っててね。絶対覗き込んじゃダメだよ。ほう、楽しそうなことをしているな。私もカルミナの一員、プロデューサーだろう。混ぜてくれ。プロデューサーが関わったらものすごいことになっちゃいそうだけど、いいのかな。よくわかってるじゃないか。まあ、私は眺めるだけにしておいてやろう。さてと、ライブも終わったことだし、私はもう行くとするよ。ではな、坊や、近いうちにまた遊ぼう。うん、これでよしっと。お待たせ。素晴らしい本になりました。それに紬も一生懸命考えてくれましたから。私は別にそんなんじゃ。もう紬ったら照れちゃって。ねえ、それじゃあこの本を次はここへ届けてくれる？落とさないように気をつけてね。気をつけてね、いってらっしゃい。行ってしまいましたね。この後のことを考えるととてもワクワクしてきます。私も楽しみになってきました。